毎度金太郎です。前回の倉本選手の試合を見て、あ、めちゃくちゃ強いなって思ったけど、まあ前みたいにはできひんから、まあ、覚悟しとけよと思ってます。まあ俺も、まあ、今回、前回前々回結果残せてないけど、まあ正直そんな僅差で負けてるぐらいやから、別に俺次第やから、まあやるかやられるかの試合したろうと思ってます。バチバチにします。連敗っていうか、もう泥沼はグスタボから始まって、グスタボに、まあやられてから始まったんで、本当彼との再戦はずっとずっと熱望してて、まあいろいろコロナとかあってなかなか実現しなかったですけど、やっと実現したんで、全局面で圧倒して、まあ、KO1 本取って、しっかり過去を清算して次に進みたいと思います。で、今年は海外勢が来れるんであれば、やっぱ海外勢としっかり戦っていきたいと思ってますんで、来春ぐらいにまたベルトとか挑戦できたらなっていう野望を抱いてます。まず次戦しっかりグスタボに勝って、いい年の始まりにしたいと思ってます。以上です。そうですね、まあ、想定ももちろんそうですし、まあ、前回みたいな試合で一方的に倒したいと思ってますね。いや、俺の方が強いでしょなんで実力者同士っていうか、まあ、俺の方が全然強いでしょ。やってるものが違うっすよ、はい、それを先ほどおっしゃったケージでやるにあたって、真島選手のケージのレスリングについてはどういうふうに印象を持ってますか？ケージの組について。まあ、強いとはもちろん思いますし、しっかり組み立てができる選手だと思いますけども、まあ、全然大丈夫、そんなに関してないですね。全然大丈夫だと思います、はい、ここ最近フェザー級戦線でいろんな試合もありましたけど、それを、踏まえた上でご自身としては、どんな、目標というか次のステップを考えているでしょうか？だからそんな目標ないです。みんなじゃんけんポンですからね。グー出すのかチョキ出すのかパー出すのかっていう感じだと思うんで、まあ、それだけじゃないですかね、はい、はい、ありがとうございます。